ご存知、橋本でございます。イエイはい、今回ですね、ついにね、買っちゃいましたね。農業機械を買っちゃいましたということで、見ていきましょう。今回ね、買ったのはこれです。じゃじゃーん、IHI アグリテックスター TCR2240AN。 じゃぎゅーんということで、ね、買っちゃいましたね。まあ中古だったんですけども、いい中古をね見つけたんで、早速ね買っちゃいました。ということで、今回、こちらにある今まで使っていた、ね、TCR2230AN と、今回、買いました、ね、TCR2240AN を徹底比較していきましょう。ぜひですね、購入の際のご参考になればということで、スターさんの中型ロールベーラーを丸裸にしてやる。はい、まずはですね、外観、これが前方から見た感じです、新型の方が少しね、丸みを帯びていることが分かります。前期モデルの30の方に関しましては、シュッとしたね、コンパクトなボディっていうのがあったんですけども、新型はここがフワッとになっております。はい、次にですね、側面でございます。側面が、側面から後方を見てみましょう。こんな感じでね、後ろもこんな感じに新型はなっておりまして、このような感じになっております。はい、それからですね、このモデルね、9のモデルの方が、開け方が、このようになっております。新型ねのモデルは、このように、上の方に上がります、ね、雨宿りできますね、ここでね。はい、次にね、ギア関係を見ていきましょう、これも比較で、どうぞ。で、中のギアに関しましては、チェーンとかですねに関しましては、ほとんどね、変わりないということです、仕組み前期モデルから、このね、新モデルに関しましては、このギアの仕組みっていうのはほとんど変えてないということでしたので、部品もね、昔のモデルで余ってるのがあれば使えるということだったんで、ギア中の関係はこうなっております。はい、ということで、こちらのね中の方は、チェーンの、張り具合だったり、その中の仕組みっていうのは変わってないんですけども、1点だけ、改良点がございます。何かっていうとね、9の方はね、こういう風に、管が入ってなくて、ここをね自分で注油、油とかグリースアップしないとダメだったんですけども、新しい方はね、このようにちゃんとホースが、送り込まれておりますので、自動的にね、ロール排出とともに同時に、注油してくれるということで、なかなかね今までこう気にかけて、チューチューってやってたのをやらなくていいっていうのが、一つ利点としてなってるんですけども、メーカー曰くね、この
油、まあオイルタンクめっちゃ減るからねという話で、されてまいりましたんで、そこだけねちょっとね注意深く見ていかないとね。これねあとエアスちょっと大変なんで、ここだけね、ここにね本当だったら大きいタンクつけてる人もいるらしいんですけどね、ちょっといろいろ改良していければ、ね。